Oke, selamat datang kapten-kapten sekalian. Gimana kabarnya? Kabar dompet gimana? THR masih aman? THR udah kehabis buat apa aja? Ada yang udah mulai top up ke? Ngumpulin-ngumpulin kristal buat emak-emak Oponia. Kali ini gua pengen lanjutin ini lagi, story dunia Elysia ya kan, yang tertinggal. Gua aja susah anjing ini apa? Kemarin terpotong anjing gara-gara recordnya sudah melebihi, nggak bisa melebihi 4 giga itu, terpaksa langsung apa terlangsung mati anjing, teramat bangke gitu loh ya, kan lagi loading screen, mana masih jauh banget ya, chat masih 33% loh anjing, tersiksa aku. Langsung gaskin aja lah, udah maraton sebanyak-banyaknya anjing. ダルガルス、あの時見てた。何を？いいえ、何でも。お前が角を触られる一部始終を見ただけだ。それ以上は何も見てない。忘れてくれるかしら。そこまでする必要はないだろ。別に誰かに教えるようなことはしない。忘れてくれる？そうだな、少し考えさせてくれ。ニアの terpotong di sampai sini ya, lagi masuknya langsung mati. Apa barusan? Ada apa yang banyak sekali? ハナヒラヒラと落ち。
bisa dibatalin. Baru tahu gua nih. Ternyata skill senjata bisa dibatalin oleh CC. Boku wa mib. ここが指針の書の入り口よね。本当かどうかは入ってみたらわかるさ。行こう。行こう。tanya ketemu siapa nih? Mami Oponia kah? Halo. Atau para flame chaser yang belum ketahui itu siapa yang rambut biru sama ini lupa gua namanya. Wih. Matnya map baru boy. ここは本当に指針の書なのか。少なくとも私が見たのとは違うわ。あのさ、お前エリシアに騙されたんじゃないのか。草も変わってる。触り心地は本物に思えないし、色も均等じゃない。どちらかというと書かれたもの。待って、渡りガラス、ここに誰かがいるわ。Yang katanya kena buff. Oh, dia si Tandu itu. Siapa namanya? Konnichiwa. Watashi wa Raiden Mei. Kochira wa yūjin no Watari Garasu yo. Hiyo ou eiketsu dai 9位. Kozuma. Kozuma. Sono namae doko ka de kiita ki ga suru. Kedo目の前の彼はイメージしてたコズマとかなり違う。こんにちは、コズマ。少し唐突かもしれないけど、ここがどこだかわかる？私たちは指針の書に行こうとしてるんだけど、ここに入ってしまったの。Jawab, oi, diemae. おい、気づいたか？こいつは黙ったままだが、いろいろ考えてるみたいだ。視線はずっと私たちを見てるし、表情だっていろいろ変わってる。戻ってくれ、二人とも。指針の書はあんたたちの来るべき場所ではない。またか。あのな、古の楽園は試練と挑戦を与える場所だろ。なんで来るべき場所とそうでない場所があるんだ。また始まった。ごめんなさい、コズマ。その話がしたくないのなら、自分たちの手で答えを探すから。やっぱり戻ってくれ。今ならまだ遅くはない。あんたたち。まあいい。振り向かずに行ってしまった。これで新しい英傑に会ったということになるのか。というか、あいつは前に進むことに同意したのか。それとも
ついてこいってことか？いえ、どちらとも違うと思う。あ、彼の横にいた怪物が私たちの方に向かってくるわ。Sedang dilatih. Ini pada betul.私たちの攻撃が効かない。斬撃の手応えも少し変ね。まるで生き物ではなく、あれらの草と同じような絵の中の動物。何があったんだ？急に止まったぞ。なぜまだいるんだ？私の考えが正しければ、この怪物はあなたの命令で動いている。そうよね？この草原もあなたが関わってる。これも試練の一環のようね。前提として、質問する前に自分自身の証明が必要なら喜んでそうするわ。先ほど言ったように、コズマ、私たちはあそこに行かなければならない理由があるの。理由があるの。いいだろう。大したものだ。やっと言葉が通じたようだな。極光の刻印、あんたたちに渡す。は？いえ、コズマ。さっきの戦いは、あんたたちが試練をクリアして刻印を獲得する資格を手にしたということにしよう。あんたに与えられる導きはない。この道は無数の末路から見出した小道。旧星がもたらす光のほんの一部でしかない。極光とはそういうものだ。デイブレイク。ほら、マスク。ありがとう。刻印はもうあんたたちに渡した。戻ってくれ。人の話を聞いていないのはあんたたちの方だ。何度も言ったはずだ。指針の書はあんたたちの来るべき場所じゃないと。やっぱり戦闘は回避できないのね。パルド？あ、これはメイの姉ちゃん、コズッチ。そのこんにちは。フェリス、なぜここにいる？いや、その離れた場所で喧嘩の匂いがしたからタイミングを見て。あ、違う。だから仲裁。あ、そう、喧嘩の仲裁をするために来たんだ。まさかまだ始まってないとは。いや、不幸中の幸いだね。まあいい。フェリス、いいところに来てくれた。彼女たちをここから連れて行ってほしい。頼む。おい、待て。あいつ一体何なんだ。喋らないし人の話も聞かない失礼なやつだ。まあまあ誤解だよ。彼はあんな感じだけど悪いやつじゃないんだ。慣れたらいいよ、慣れたら。ところで二人はどうしてここに？グレイシちゃんを探しに来たの？グレイシュ。グレイシュ、また聞いたことのない名前だわ。それはエリシアに聞いてくれ。
指針の書の入り口を開けてくれると約束したのに、その扉がこんな場所に繋がってたんだ。え？指針の書？ああ、なんとなくわかったよ。何がわかったの？それは、うん、ちょっとね。でも、ごめん、メイの姉ちゃん。これだけはいくらお金を積まれてもダメなの。面倒ごとはごめんだよ。小づっち、ヘビの姉ちゃん、さくらの姉ちゃん、千号の兄ちゃん、ニアの姉ちゃん、ケビンの旦那もいるかもしれない。死ぬ、本気で死ぬよ。ダメ。そうだね、今回は小づっちに言われた通りに一度戻るのはどう？何があったかエリの姉ちゃんに聞きたいんだよね。そうすれば小づっちが本気で怒ったとしてもエリの姉ちゃんがいるし、私に来ることは、あ、いや、だからね、パルドを困らせるつもりはないわ。それにエリシアとちゃんと話すべきだと思う。自分の運命と向き合うと決めました。Berarti dia bos di pemilihan rute yang ketiga ya. Homoshiroi. Homoshiroi mano. Nice accent. Tashikani. Sanmasan. Yos, Mabel. Ini yang kagak bisa. Kevin. Kevin, あなたに似た人に会ってきたわ。口数の少ないコズマという少年よ。あなたたちは私の記憶によると交流があったのよね。コズマ。コズマ。僕たちがまだ融合戦士になっていない頃の話だ。彼はかつて僕の小隊に所属していた。入隊したての彼は未熟な少年だったが、その成長は誰もが認めている。まだ一人でいた頃から彼はすでに確固とした戦士だった。火を追う蛾に入った後もそれは変わらない。なるほど、あなたたちがどうして似ているか、なんとなく想像がついたわ。ああ、あと、ここも結構似てるわね。あにーがにー。ああ、ini juga sangat mirip. Ya, tidak ada respon. それでパルド、さっきの普通じゃない場所は一体何だったの？普通じゃない場所？メイの姉ちゃん、それはどこの話かな？ヘビの姉ちゃんの手術室？スーの兄ちゃんの菜園？それとも、千号の兄ちゃんのクローゼット？はぁ、楽園に、そんなに普通じゃない場所があるとは知らなかったわ。私が言いたいのは、あの草原。コズマと出会った場所のことよ。あそこの風景は、すごく特別で、まるで一枚の絵のようだった。ああ、あそこね。うん、私の記憶が正しければそこの名前は改正者の無境だった気がする。まるで夢のようにどこもかしこも変わってて、現実では絶対に目にすることのないものばっかり。それらの想像を絵にした人はみんなの大好きな小さな画家グレーシュちゃんだよ。でも、メイの姉ちゃんはまだ彼女に会ってないんだよね。ええ。けどその名前は何度も聞いたわ。一人の画家。そのグレーシュも十三英傑の一員なのよね。でも、あそこが彼女のアトリエなら、どうしてコズマはそこにいるの？コズッチは、多分、グレーシュちゃんの邪魔をしてほしくないだけだと思う。あの子は静かな環境が好きだから、
特に絵を描いてるときはね。私も渡りガラスも邪魔するつもりはなかったわ。それに彼は何の説明もしなかった。だから小づちは本当に悪いやつじゃないの。喋るのが好きじゃないだけだから。彼はいろいろ、本当にいろいろ考えてるんだけど、考えすぎて最後はどこから話せばいいのかわからなくなって、いっそ話さないってことにするから、よく誤解されるんだ。banyak berpikir sulah si sahabat ngomong。私もわからない時があるけど、とにかくエリの姉ちゃんの本にはそう書いてあったんだ。本？mencari buku kan。100% di foyer tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan kekabutan yang konyol sekali ya guys ya. Anjay. Atakushi ga namoru wa.私の口数が他の人よりも多い？多いのが正解なの。いや、いい。任務時間に余裕がある。タッテッタ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 ッあんた。Bisa langsung klaim 50 kristal. Atakushi ga namoru wa. Ikimashou.Itu dapat dari mana ya? Panjang durasi rel selama 5 detik.
lantai terakhir ini kelar, kita mesti portal langsung out lagi ya. Maraton story dulu, utamakan itu. Gambar yo, orewa. Tidak usah bertele-tele guys, cukup sampai ngelarin lantai 5 masuk ke lantai 6 langsung out. Jangan malah out, salah pencet. Discord mana Discord oi? Tadi ada yang gak percaya kan, ketunda dulu dikit gara-gara Discord. Kamu bohong anjay, aku bohong, kamu yang bohong. Ntar kita kasih remote dulu ya anjay, aku bohong. Itu yang bohong. Anjay, aku bohong. Langsung kita kirim. Yep. Oke, kelar. どう？アポニアとはうまくいった？私に話せるエピソードとかはないかしら？あら、あまりうまくいってないよね。角が真っ赤だもの。何か問題でもあったの？ええ、確かに問題はあったわ。そもそも私と渡りガラスは指針の書にたどり着けていないの。え？どうして？あの扉を抜けて私たちがたどり着いたのは絵の世界だった。改正者の無教、名前もパルドから聞いたのよ。あ、それは誤解だってば。よかった、メイの中の私のイメージが一気にダウンしたかと思ったわ。改正者の無教、あれは指針の書につながってる必ず通る道なの。なんて言えばいいのかしら。まるで宮殿につながってるくねくねと曲がる山道みたいな。それからその表情はコズマにあった。そうよね。ええ、その口ぶりだと彼はそこにいない時もあるの？もちろん、コズマにだって自分の生活があるもの。グレーシュが絵を描き始めると彼は真剣になって山道を守る騎士になるの。今回はちょっとタイミングが悪かったわね。でも旅にはサプライズがつきもの。ほら、また一人の英傑と知り合って新しい友達ができたでしょ。極光の刻印、彼の伝承を受ける人はそう多くないわよ。コズマに関して何か教えられることは？その質問、私に聞いて正解よ。彼はとても優しくて面白い男の子なの。口数は少ないけどとても繊細なのよね。本当は彼の考えを一瞬で見抜けるわ。でも私は何も言わないまま
顔を赤くした彼が言い方を支援する様子を眺めるのが好きなのよね。メイにその楽しさを味わわせるために。じゃーん、無口な少年にまつわる100の謎。1000号のものと同じシリーズなんだけど、こっちの方がもっと人気があったのよ。はい、メイにあげるわ。遠慮するわ。例の1000号の仮面にまつわる100の謎を先に読ませてもらうわね。今日の任務は全部。keren dengan update, yeah. Akhirnya dapat update baru. 窓に当たる雨音。Salah banget kalau naikin telur levelnya tuh salah. Itu tidak berpengaruh, Mas Bro. Oke, lanjutin lagi. Buset, main lagi, anjay. Oh ya, tadi kan storynya udah ya. Oh, gambare, ore wa kono kusogaki.私が守るわ。私が守るわ。こんな。いや。目標はそっちね。行きましょう。私が守るわ。
守るわ。守るわ。お姉ちゃんから聞いたんだけど、やっぱり指針の書に行くんだよね。ええ、どうしても行かなければならない理由があるの。うんうん、それならきっと私みたいな楽園に詳しくて話がうまいガイドさんが必要だよね。前までは嫌だったんじゃないの？前は前、今は今だよ。その時は小槌がまだいるかどうかわからなかったし、私がメイの姉ちゃんたちの味方だって彼に気づかれたら、私もカンちゃんも大変な目に遭うもん。今回も彼にばったり会うかもしれないわよ。大丈夫、今回は別の道を案内するから。今なんて？メイの姉ちゃんは知らないと思うけど、楽園には見えない小道がたくさんあるの。誰も歩かないけど、私とカンちゃんにとっては仕入れの時に必ず通る道なんだ。小づちと会わないようにするなんて楽勝だからね。じゃあどうして直接指針の書まで案内してくれないの？パルドの言う小道がないわけじゃないのよね。それはなんというか、小づっちが怒るだけなら大変な目に遭うだけだけど、指針の書に案内して、しかも千号の兄ちゃんとニアの姉ちゃんに知られたら、私本当にパルドとフェリスになっちゃうかも。つまりアトリエの一番奥までしか案内できないのね。うん、でもそこを抜けたら本当に指針の書だから、そんなに違わないよね。それに万が一のことがあって本当に小槌に遭遇したら、
一応通訳にもなれるはずだよ。エリの姉ちゃんが書いた本を全部暗記済みだからね。とにかく安心して。まずは値段の話をしよう。あとは全然問題ないから。お金を取るのね。いいわ、そういうことだと思ったから。あ、ところでペンダントの代金もまだ渡してなかったわね。いいの、メイの姉ちゃんは特別だから何度でも付け払いができるよ。はい、ここにサインして。特別？そう、エリの姉ちゃんに聞いたよ。メイの姉ちゃんは約束を守る人だって。それにエリの姉ちゃんが担保になってくれてるし、私としては何の心配もないよ。念のため一応確認するけど、エリシアは何を話したの？メイの姉ちゃんが角を触らせた件だけど。どうしたの？エリの姉ちゃんはメガホンでそれをずっと話してるよ。エリシア。sangi itu tanduknya bikin sangi anjing. Yuk lanjut, kemana lagi? Kelarin lagi ya. Oh enggak, langsung jalan bro. Oke, langsung gaskan. Bisa, bisa, bisa. Tambah rabe. Gua lupa. Bisa di reset portalnya, oi.
後継者。グレイスちゃんのアトリエでもうすぐ着くよ。確かに前回よりずっと早いわね。その辺の安物とはわけが違うからね。炎のような、itu dia tempat yang tadi kita gelut sama penunggang kuda ya.本当に小槌に遭遇したら面倒だからね。だからこうして呼んでみるの。本当に現れたら、散歩してたらうっかり入っちゃったって言うんだ。用意周到なのね、パルド。備えあれば憂いなしだもん。あ、そういえば万が一のためにこれをメイの姉ちゃんに渡しておくね。おまけだからお代は結構だよ。
Yusuo kayak gimana nih tambangnya nih. Gua gak terlalu ngeliat-ngeliat ini. Rambut biru, duduk, pelukis, pendiam. Yusuo yori mo junchou da. Mau sugu goal da yo. Kozutsu ni mo Grace-chan ga kaita heishi ni mo atte nai. Uwa! Doko kara dete kita no? Paldo, 英傑なんでしょ？倒せばいいじゃない。だから戦闘は苦手なんだってば。本当にメイの姉ちゃん、もしかして私が実力を隠してるとか思ってたんじゃないよね。ええ、まあ今後の戦闘は私一人で何とかするわ。戻ってきたの、コズマ。はーい、グレースちゃん、久しぶり。ハルドお姉ちゃん、それと誰？メイの姉ちゃん、言い忘れてたんだけど、この子は人見知りなの。あまり脅かさないでね。この女の子も英傑なの？グレーシュはおそらく若いって予想はしてたけど、こんな小さな子も戦場に出ないといけないの？はじめまして、グレーシュ。私の名前はライデン・メイ。色？え？好きな色。私の好きな色を聞きたいの？そうね、多分オレンジと赤かしら。オレンジ、赤、空、カニ、海、サンゴ。おや、グレースちゃんってばまた絵に夢中になったみたい。よくあることだからあまり気にしないで。ちょうどいいから、この隙に彼女の後ろに。メイお姉ちゃん、どうして悲しんでるの？え？まるで小鳥が湖に落ちたみたい。そこにいるのは誰だ？小づっち！奇遇だね！小づっちも散歩しに来たの？こんにちは、コズマ。パルド、手伝って。あー、そうだった。忘れるところだったよ。ライデン・メイ、どうして彼女がここに？あ、パルドだ。あにー、pemikiran seorang pendiam banget, cowo. エリシアの書いた本、本当に役に立ったの？大丈夫だよ、コズマ。
新しい色は好きだから。グレーシュの前で悪いことは言えない。ここは見て見ぬふりをしよう。でも私と一緒にホールに行こう、コズマ。私、描きたいもののイメージが湧いてきたかも。だから戻りたい。コズマも一緒に来て。グレーシュ、彼女がこんな言葉を口にするとは、一体何があったんだ。ライデン・メイ、彼女はずっと指針の書に入る方法を探している。目的は何だ。アポニアか。すでに狙われていると彼女に忠告した方がいいだろうか。だがそれもアポニアの所見の中であれば忠告の意味もなくなる。余計なことをせず放っておけば彼女も諦めるかもしれない。そうした方が彼女のためになる。まあいい、何も言わないことにしよう。lebih baik menjadi orang sesat lagi. その、メイお姉ちゃん、どうしたの？ここに新しい色をもたらしてくれてありがとう。あなたの色、私とても好きなの。だからプレゼントを渡したい。あなたに絵を描いてあげる。私の好きな色で、海の青、柏の緑、それからあなたと私の灰色、それらの色で群星が輝く夜空を描くよ。やっぱカブリと。群生の刻印ね。うん、私の刻印。これからアトリエのドアはいつでもメイお姉ちゃんのために開くよ。さあ行こう、コズマ。ホールにはもっと多くの色があるはず。ああ、行こう。群生、これが11個目の刻印。アポニアの他にまだ会えてない英傑はあと一人だけ。そういえばメビウスが話していたあの魔術師が誰のことなのかまだ分かっていないわね。それにいつの間にか楽園にあった乱れは私がアポニアに会ってから消えてなくなったみたい。え？おかしい。カンちゃん、もう少し探してみて。どうしたの、パルド？何を探してるの？指針の書につながる入り口だよ。おかしいんだ、この近くにあるはずなのに。転送装置とか通り抜けられる小さな隙間とか。あ、メイの姉ちゃん、すぐに終わるから焦らないで。カンちゃん、早く。メイの姉ちゃん、私が道を間違えたとか思ってるよね。カンちゃんの名にかけて、私たちは絶対に道を間違えてない。ここにあるはずなの、もう少し探せば。ちょっとバカなこと言わないで。あそこはニアの姉ちゃんの縄張りだよ。閉まってるわけが。待って、そうだよね。どうして思いつかなかったのかな。ガンちゃん、本当に天才だよ。何か分かったの？メイの姉ちゃん、私たち多分ニアの姉ちゃんに気づかれたの。入り口はそこにあるけど、彼女がどうしてもドアを開けようとしないならどこから行ったって無駄だよ。私たちの行動は彼女に監視されてるってこと？それなら私はすぐに。群生の刻印を手に入れたし、メイの姉ちゃんはいつでもアトリエに来れるから
別に今日にこだわる必要はないと思う。もしかしたら数日後にはニアの姉ちゃんの気が変わるかもしれないしね。ほら、商業無常って言葉があるじゃない。その通りね。戻りましょう、パルド。自分の運命と向き合うと決めました。おう、分かったぞ。お前はクラゲが好き、そうだろう。うん、食べ物が好きなの。飛べるクラゲか、そいつはすごいな。おや、誰か戻ってきたようだ。何をしてるの？暇つぶしに適当に話してただけさ。本当に子供の相手が得意のようね。そうでもないさ。あそこにいる奴は全然手に負えないしな。ほら、行ったそばからこれだ。コズマ、怒らないで。ナターシャお姉ちゃんは悪い人じゃない。怒っちゃダメだよ。はぁ、グレーシュ。彼女たちはこれ以上指針の書を探ろうとするべきじゃない。あそこの秘密は、後継者にとって危険なんだ。ナイフの上で踊っているようなものだからな。そんなことないよ。ナイフは危険だもん。だから、アトリエにはナイフがない。ああ、まあいい。彼もグレーシュには頭が上がらないようね。どうやら、もうあの子たちに会ったみたいだね。来た。アポニア。そう、メイ。あなたは私の予想以上によくできている。この楽園に、あるはずのない変化をもたらしてくれた。変化？あなたがあの子たちを無境の外へと向かわせた。いにしえの楽園が完成してから彼らは滅多に出てこなかったのに、きっとグレーシュはあなたに何かを見たから、あそこを出たいと思ったのでしょう。新しい色。彼女の言葉の意味はわからないわ。それにアポニア、その話と私たちの会話に何かつながりがあるの？ああ、メイ、最初は好奇心によるものだった。私は後継者としてここにやってきた律者がどんなものか、彼女が楽園にもたらす変化がどんなものなのか見てみたかった。すでに答えを得ている。今私の心は遺憾と惜しむ気持ちで溢れている。遺憾と惜しむ気持ち。手を握らせてください、メイ。ああ、なんて優しい手。かわいそうに、あなたの強さ、決心、それから心の奥に隠された悲しみと寂しさを感じられる。この目で見ていなかったら、10日後あの惨劇が起こらないようにと願いたい。10日後の惨劇？ええ、10日後、誰もが予想できず誰もが思い出そうとしない惨劇が起こるの。あなたの来訪は楽園に破滅をもたらす。
私たちはあなたのせいでここが瓦礫となる結末を見たくはない。だから10日後、私はこの手であなたの命を終わらせないといけない。今なんて言ったの？ああ、私も信じたくなかった。私たちに絡みつく運命がこんな形で幕を閉じるとは。しかしそれはすでに書かれた物語、私たちの決められた結末でもある。バカバカしい。私は運命なんて信じない。未来は私自身が決めるものよ。ええ、メイ、そう信じ続けるといい。だけど運命は一つだけ。誰も逃げられないことも理解してほしい。こんなことを知らせて申し訳ないと思う、メイ。それでもあなたには己の運命を知る権利があると思うから。おい、起きろ、ライデン・メイ、起きろ。やっと目覚めてくれたか。ごめんなさい、わざとじゃないの。またあの女。そうだろ、今度は何を言われた。また訳のわからないことか。いいえ、今回はよく理解できたわ。10日後、私は彼女に殺されると言われた。Yo, okay. Skip. Gak ada bahasa suaranya. Wih. Maraton. Update, update, gak jelas aja belum. Hey. Spider's memory. Yes. Ini ada suaranya. Kok bisa? Enggak ada lagi. Ada apa ini? Oi, penyakit kah? Mei-o-nee-chan. Kenapa? Mei-o-nee-chan. Mei-o-nee-chan. Gureshu. Wih, serem. Wih, si ular nyariin loli. Penyakit ularnya kambuh kan? Apa bagaimana itu? Eh? Dua lagi, siapa ya? Aponia, satu lagi siapa? Tajam. Wis, kita keluar lagi ya. Klaim dulu hadiahnya. Ya. Soro-soro yasun deh. Maaf, Elia. Elisia, siapa namanya? Iya, Elisia. Saya tidak boleh tidur sekarang. Saya harus marah. Yes, kita naikin dikit deh. Yuk.私が守るわ。
はそっちね。はあ、なるほど。はい。いや。任務時間に余裕があるの？行きましょう。いい、私が守るわ。行きましょう。
しゃラッキー。雲が penting, yang penting ngelarin. Yuk gambar yuk Orewa. Ngapus, ngapus. Atakushi ga namoru wa. Ikimashou. Atakushi no tan. ポニアはなぜあんなことを予見したのかしら。指針の書へと向かう計画にも進展がないし。メイの姉ちゃん、早く。またいいものを仕入れたんだ。珍しい品物ばかりだよ。10日。少なくともその意味をはっきりさせないと。メイの姉ちゃん？おーい！もしくは、その前に指針の書に行く方法を見つけないと。メイの姉ちゃん。パルト？ごめんなさい。私に何か用事でも？見ればわかるよ。ガンちゃん、早く。メイの姉ちゃんに例の品を出して。あ、私が持ってたんだっけ。私ってば。はい。これだよ。これだよ。今世紀最大のマジックショー、指針の書にて開催。ビルビー？メイの姉ちゃんはこれのことを考えてたんだよね。成功した商人の私がお客さんの需要を読めないわけないじゃない。ずっとあそこに行きたかったんだよね。ミルビーの姉ちゃんの招待状があれば何の問題もないよ。これはかなり貴重で、私だってめったにもらえないんだから。他の人だったら何があっても追加料金を取らないと。言い直すかと思ったけど違うみたいね。マジックショー？ビルビー？私の推測が正しければ、彼女はおそらく。メイの姉ちゃんも覚えてるでしょ？この間、
楽園がめちゃくちゃになっちゃったこと。今思い返せば、あれはマジックショーの一部だと思うんだ。あそこから戻ってきたばかりなんだけど、もうめちゃくちゃで、何人もの蛇の姉ちゃんが空を飛んでたよ。スネーキー。だから、メイの姉ちゃんの安全のために、賢くて手際のいいガイドさんをもう一度紹介するね。彼女は楽園に慣れてて、しかも、適正価格なんだよ。わかったわ。自己紹介はいいから。なるほど。道理で用意がいいと思ったわ。パルドのお目当ては私の財布でしょ。そんなこと言わないでよ、メイの姉ちゃん。みんな私のことを正義のために金を惜しむやつだって言ってるんだよ。正義のためならお金を出すことすら惜しまないって言いたいのはわかるけど、まあ、彼らの言う通りね。いいでしょう。確かにガイドさんが必要だわ。支払い方法は？いいのいいの。前回と同じようにもう用意してあるんだ。サインしたわ。もう出発できるかしら？問題ないよ。カンちゃん、案内をお願い。メイの姉ちゃんをビルビーの姉ちゃんのところに案内しようとしてるんだ。わあ、もう三角関係に発展したの？メイったらますます大胆になったのね。私も身の安全に気をつけた方がいいかしら。こういった現象が現れる理由を知ってるの？もちろん。全然知らないよ。そういう天地をも揺るがすような事件なんてどう見ても私とは無関係だもん。他人の注意を引かないこと、それが黄昏の街で生きるための心得。言いふらしちゃダメだよ。他の人の、かつての私は、
daripada kelincinya gak muncul lagi ya, homo. Kimi. Mei no. これは? Oya. 私たちのお客さんがようやく入場したみたいだね。ショーにとって肩書きは無意味だけど、少しだけ自己紹介させてほしい。君にサプライズを用意したんだ。ショーが始まる前に好きなものを選んでいいよ。どういうことなの、バルド？これはビルビーの姉ちゃんの声。早すぎるよ。つまり私たちはもうそのマジックショーとやらに入ってるってこと。ビルフリンネムジンセンセールテン。意図が分かりやすいわね。入っても大丈夫なのよね、ガイドさん。多分、おそらく、もしかしたら、そうかもしれない。ええ、わかったわ。やらなければならないことがあります。成人の道はなしで争わず。よし、行く。伝染雷鳴の時、この情熱的なお客さんは自らステージに上がることを選んだ。ではこの盛大な公演に共に参加してもらおう。お姉ちゃん、この順番じゃないよ。私も正しい順番を覚えてないけど。の話は彼女に聞こえていたりするの？うん、問題ないと思う。でもビルビーの姉ちゃんは他の人の言うことを気にしたりしないよ。
私の経験からすると多分始まったばかりだよ。Ya, ada trik-trik sulap yang sedikit laknat ya. Ini menguras otak, woi. Akari ga tsuita. Ima, seishiki ni shou ga hajimaru yo. Atarashii shou dakara, dai 1 maku no warmingu up wa anzen de kantan na mono ni shite oita yo. Demo ショーの素晴らしさは変わらない。ほらメイの姉ちゃん、ヘビの姉ちゃんがたくさん飛んでるって嘘じゃなかったでしょ。ナイフを箱に刺すという脱出マジックなんてきっと皆さんも飽きてるでしょ。今日は古いものはなしにしよう。目隠しの箱を使わず、みんなの注目の中ゆっくり登るこの神聖には鋭いナイフから逃げてもらおう。何？うわあ！待ってよ、メイの姉ちゃん！はい、これ感じ。何このマジックショーは。パルド、本当に彼女には悪意がないと思ってるの？ビルビーの姉ちゃんはそういう人だから。むしろ昔と比べると今回は普通だった気がする。こどかしい。気に食わないようだ。第2幕、引き続き代表的なマジックを楽しもう。3枚のカードからクイーンを探せ。クイーン？もちろんこのステージにおいて普通のカードにはなかなか気づけない。そうでしょ？あー！メイの姉ちゃん、この感覚で間違いないよ。そう言われるとますます厄介なことになった気がするわ。カードはこんな規模になったんだね。ではバックステージにいるクイーン、みんなに挨拶してあげて。パルド、下がってて。とっくに隠れてるから安心して、メイの姉ちゃん。
振りから。もう解決したから。彼女のショーはいつもこんなに長いの？毎回違うから私もよくわからないな。やらなければならないことがあります。行動開始。Lantai terakhir, bro. Sudah jam 1 pagi, bro. メイの姉ちゃん。演出とやらはまだ終わってないの。これは一体。素晴らしい。実に素晴らしい。ようこそ。遠くから来たお客さん、このマジックショーは満喫できたかな？パルド、どうしてここに？君には招待状出してないはずだけどね。ビルビーの姉ちゃんのお客さんに付き合ってただけだよ。クラインは忙しくて招待状を渡す暇もなかったから、私が手伝ってあげてるの。ハルド、これは一体。お、これは失礼。本当のお客さんを忘れてしまったね。もう一度自己紹介をさせてもらうよ。黄昏起源の最も偉大な魔術師、あらゆる脱出マジックの創造者、ビルビー、ようこそ私の魔術劇場へ。ビルビーの姉ちゃん、刻印、刻印だよ。そうせかさないで、台本通りにしないと。ここで私は螺旋の銘、それからあらゆる奇跡を管理してるんだ。ええ、素晴らしいわ。それでショーは終わり？まだ最後の演目が残ってるけど、もう少し後にしても構わない。あの程度の刺激ではまだ少し早いからね。ハルド、少し離れてくれないかな。私は貴重品なんて持ってないよ。チェ、お客さんは少し緊張してるようだね。大丈夫、初めて会った人たちは大体そういう反応なんだ。人は叫び声を上げる前にしばらく沈黙する。この現象に気づく人は少ないから。そして私はみんなも知ってるように、一応叫び声を生み出すことに関してはプロだから。そのことならもう聞いてるわ、ビルビー。実際前からあなたに会いたいと思ってたから。おや、それは奇遇だね。ライデン・メイさん、私も君に会いたいと思ってた。二人の英傑を倒した人。君がここを出たと聞いてすごいお客さんを逃したと思ったよ。倒したわけじゃ。ビルビーの姉ちゃんは相変わらず人を見る目があるね。メイの姉ちゃんは強いし騙されやすいし、まさに最高のカモだよ。うん。それで、このすべては私のために用意したの？楽園の乱れが発生した時から、そのショーとやらはもう始まっていたのね。もちろん、君のために用意したんだよ。律者に見合うのは…え？乱れ？それは何？台本にそんなものがあったかな？楽園エリアのレイアウトに変更があった。それはある英傑のマジックによるものだと、そう教えてもらった。
違う違う、あれは私とは何の関係もない。いや、私のせいというのも間違いじゃないかな。まあいいや、それは要点じゃない。とにかくああいう現象はショーではなく一種の武器だ。何らかのテストを行ってるのかもしれない。武器？そう、楽園特用型対ケビン武装タイプ92。相手が別のエリアに移動する時間を遅らせることができる。強運の持ち主の場合は話が別だけど。つまりあなたはエリアの変動をコントロールできるわけね。そういうことかな。でもその並びは完全にランダムで、だからもし相手が強運の持ち主だったらこの装置は何の役にも立たないってわけ。ならランダムの範囲は本来なら出現しないはずのエリアも含まれていたりするの。前回そういう装置が稼働した時、私の仲間が今まで出現したことのない空間に入ってしまったの。そして今私たちのいる場所もこれまで入ったことがなかったわ。どうだろうね、5万年も経ってるし廃棄になったエリアが数えきれないよ。装置の複雑性を上げるためにそれもコアプログラムに組み込まれているかもしれない。なるほど、あなたは私の力にはなれないみたいね。でもまだ運を試すことができるわ。ファルド、行きましょう。待って、君は何かを忘れてない？大鳥はまだ始まってないよ。申し訳ないけど時間はないわ。いやいや、君は興味を持つはずだよ。私から見てこういう形式は古すぎると思うけど仕方がない。これも一応私の責任だから。責任？さあレディース。ああ、ジェントルマンはいないようだね。では目を大きく開いて、ショーのクライマックスがもうすぐ始まるよ。意義の反転、常識の転覆、真実で虚妄を作り、未知で奇跡を生み出す。幕は上がった。聞いて、噛み合う歯車の喝采を。見て、矛盾だらけの螺旋を。今回のショーの特別プレゼントだと思っておいて。お客さんをきちんともてなすのが私のやり方だから。そうだ、同行者が一人増えても君は気にしないよね。こういった現象は厳密に言うと私がやらかしたわけではないけど、一応長い付き合いだから他の人たちよりも詳しいんだ。そのすでに経験豊富なガイドさんがついてるから、ミルビーの姉ちゃんの手を借りなくても大丈夫だよ。ほう、なるほど。タルド、君は相変わらず抜け目がない。招待状を売ってついでに警備料金をもらう打算なんだ。こん、声のボリュームを落として、メイの姉ちゃんも聞いてるから。あ、それは変えられない。あなただったのね。まだその日じゃないはず。あなたは一体。嵐の訪れをあなたより一日も早く目にした。
運命は我々を洪水に巻き込む。もがけばもがくほどより深く溺れるだけ。Kelar, wih, pendek sekali, wih, ceritanya. Cuman 3 lantai. Nah, ini dah. こちらには医者が何人もいるし、今回は前回とは状況が違うもん。それにビルビーの姉ちゃん、判断をしたのはそっちだよ。ごめんメイの姉ちゃん、本当にごめん。カイドさんになるって言っておきながら、私カンちゃん、カンちゃん、シャベルを持ってきて。ああ、カンちゃんは本当にダメだね。自分でやるよ。お化け。落ち着いてパルド。まだ生きてるわ。気絶しただけよ。別に初めてじゃないから。メイの姉ちゃん、本当に大丈夫なの？さっき一瞬だけ心臓が完全に止まったんだよ。ほらパルド、これが起死回生だ。お客さん、気をつけた方がいいよ。またメビウスの研究対象に。ちょっとメイの姉ちゃん、何をしてるの？どうして私を招待したの？言ったでしょ、私も2人の英傑に勝った律者が気になるって。この理由は信じられないの？例のアポニアとは関係がないので。だから、おや、全然わからなかったよ。君もそこまで彼女を恨んでるの？安心して、その点において私も君と大して変わらないから。メイの姉ちゃん、あ、申し訳ない、すぐに切るよ。ただ座って死を待つわけにはいかない、そうでしょ？コホン、それで一体どういうことなの？メイの姉ちゃんは雷の律者だから、自分の心臓に電気ショックを与えて復活したとか？とぼけないでパルド、こんなに時間が経ったのにまだその悪い癖を直せてないの？アポニアの話をしたし、何か予言を受けたんだろうね。何を知ってるの？みんな似たような経験を持ってるからすぐにわかるよ。でもさっきは彼女は君に危害を加えたかったんじゃなくて、助けようとしたのかもしれない。私たちの大鳥を覚えてる？螺旋の刻印、あれはやっぱり少し刺激的だからね。やっぱりあなたが。まあまあ、人の話を最後まで聞いてよ。本来は私が君を復活させるはずだったんだけど、今回
彼女は自身の予言をかなり気にしてるみたいだ。それって彼女がいたから私は戻ってこられたってこと？その通り。時間が来ない限り彼女は予定が先に起こることを許さない。未来が見えるものとして彼女はある意味で私より台本を重視する存在だね。未来が見える？おや、お客さんは疑り深いね。でもネタバラシは魔術師にとって禁忌だから先に失礼させてもらうよ。さっきの声は確かに彼女のものだった。もし彼女が動かなかったらあの予言は。ああ、メイの姉ちゃん無事でよかった。間一髪で助かったわけだし、今回は救助費用を取らないでおくよ。じゃあお先。カンちゃん、穴を埋めておいて。クライに気づかれちゃダメだよ。穴？Kakinya semak bet, ui. Jadi saya kena, ui. Ya be, ni geren daya. Si mata, bisikar. Gua lupa ganti. Ataksi ga namoru wa.目標はそっちね。はあ、行きましょう。テッテッテッ。ini yang pakai skill senjata tapi tak apa lah, lumayan untuk ini apa.私が守るわ。